それではここでスペシャルゲストをご紹介させていただきます。大変お忙しい中駆けつけてくださいました環境大臣細野豪志様、お願いいたします。皆さんこんばんは。私も八田川さんの地元に来るとすごいよと聞いてきたんですが、想像していたよりもはっかりすごいですね。さすが八田川一さんだというふうに思います。私が八田川さんとお会いをしたのはですね、3年前、初当選をされた直後だったんです。同じ議員会館も同じフロアでございまして、実はですね、新人議員の方ってたくさんいたんですが、私が一番初めに顔を覚えたのは八田川さん。なぜか、これはですね、理由が明確でございます。それは一番初めにお会いをした時からずっとですね、成田空港の話ばかりされていたので覚えている。民主党、当時私企業団体対策委員長になっておりまして、いろんなですね、ご要望を受けたまわる責任者だったんですね。細野さん、なんで成田空港について考える場所がないんですか。成田空港のことを民主党は一体どう考えているんだと言ってですね、もう本当に断るたびにエレベーター一緒になったりすると上から下までずっとその話をですね、八田川さんされてました。そしてですね、驚いたのはその話をされてからどれくらいですかね、本当にわずかな期間でですね、金連盟を作って、そしてですね、成田空港の問題をしっかり考える場所をですね、八田川さんの力で作ったんです。こんな1年生はいません。本当にそれぐらいですね、もう八田川さんというのがこの問題に取り組んでいるとはみんな知ってます。そしてその八田川さんの存在感をまた違う意味でぐっと高めたのが、これが昨年のですね、3月11日の大震災であったのではないかなというふうに思います。今日もう本当に首長の皆さんが来られています。で、首長さんというのはですね、みんな忙しいんですね。まあ、こういうとなんですけど、普通はなかなかですね、一議員のこういうパーティーにみんなですね、お揃いで来ていただくということはありません。この一時をもってしてもどれぐらいですね、八田川さんがこの災害の問題にですね、真剣に向き合ってきたのかというのを、表しているんではないかというふうに思います。我々もやはりですね、八田川さんに気づかされました。どうしても我々は岩手県、宮城県、そして原発の災害がありますから、私にとっては福島県、そして茨城県ぐらいまではこれははっきり頭に入っているわけですが、当たり前のことを知っているはずなんだけれども、滋賀はもう本当に大きな災害を受けているんだよということをですね、八田川さんが常にこの大きな声で言い続けてきたことでですね、我々もそうだというふうに思うようになりました。で、彼を見てますとですね、感じるんですね、いろんな苦労をしてきた。私は1回で選挙運よく通りまして、選挙通ってからちょっとプライベートなことに苦労しましたけど、本当に苦労に苦労を重ねてここにたどり着いたから、代議士っていうのはこういう人のことを言うんだなっていうのを、私はちょっと早めに永田町にたどり着きましたけども、我々自身もですね、学ばさせていただいてます。ですから皆さん、まずそのことを申し上げたい。代議士の鏡とも言うべきですね、八田川さん、これをですね、次絶対売らなきゃならないよ。そのことをぜひ皆さんに申し上げたいと思います。そしてもう一つ皆さんにね、お礼を申し上げたいことがございます。それはこれだけ多くの被害を受けられたにもかかわらず、ご地元である匝瑳市が瓦礫の受け入れについて機会としても前向きな、そういう決議をしていただきました。私が今抱えているテーマの中で一番悩ましいのが、これが岩手県と宮城県の瓦礫なんです。私の地元の静岡県も受け入れを始めました。安全に処理ができてます。ただ匝瑳市が手を挙げていただいたというのは、静岡県が受け止めているのとまた違う大きな意味があると思っています。それは被災地であるこのご地元が、被災地である岩手県や宮城県にですね、しっかりとこれを手を差し伸べている。ここに私はですね、日本の絆の象徴を見るような気がするわけであります。これもおそらく機械の皆さんや市長さんの大変な努力もあったというふうに思いますが、それと同時に八田川さんがやろうじゃないかというふうに言っていただいた、その結果だというふうに思います。そこで私はお約束を申し上げます。もちろん
この瓦礫の問題については皆さんに心配をしていただくような状況をですね、生じさせないために全力を尽くします。そしてこれだけ皆さんが幸いのことについて取り組んでいただいているわけですから、この地元のですね、これから、まあ、それこそ皆さんが大変な液状化の問題やですね、観光の問題や風評被害にさまざまな苦しみを感じておられるのがよーく分かりましたから、しっかりと矢田川さんと我々は手を組んでですね、これから地元の災害の対策に全力を尽くすことをこの場を借りて約束をさせていただきたいというふうに思います。野田政権、いろいろ苦しい苦しい課題を抱えています。災害対策、これだけ大きな災害は歴史上我が国はですね、少なくともこのそれこそ議会政治が始まってから経験をしてませんから、最大の困難に直面していると言えるでしょう。今日は原発の話はちょっとやめとこうかと思います。いろんなご意見の方もおられると思う。ただ我々はですね、エネルギー政策に責任を持っていかなければなりませんから、原発の安全、今日ネクタイしてませんが、節電省エネ、これ皆さんぜひ力を貸してください。そして何よりも地元皆さんのところで最もおそらくですね、潜在能力があるのが再生可能エネルギーですよ。太陽光もある、風力もある、海のエネルギーもここはですね、開発することができますから、こんなに可能性のある場所はですね、日本全国探してもないぐらい、これぐらいの可能性があると思います。このエネルギーの問題というのは国家の根幹に関わる問題ですから、皆さんとしっかりと連携をしながらやっていきたいと思ってます。災害対策にこのエネルギー問題、これだけでもですね、本当に大変なのに、もう一つ大きな壁にも直面をしております。それが社会保障と税の問題であります。苦しいところです。誰も増税を喜ぶ人はいません。しかし医療の問題、年金の問題、介護の問題、それに加えて子育ての問題も含めて、この国の社会保障を今本当に壊すわけにいかない、本当に皆さんが安心をできる環境を整えることが何なのかということを考え考えて、野田総理は社会保障と税の問題にですね、取り組んでおります。野田総理の近くにおりまして感じるのは、総理は腹が据わっているということであります。そして腹が据わっている野田佳彦総理を最も温かく力強く支えていただいているのがですね、これが矢田川はじめ代議士であります。ぜひとも皆さん、苦しい苦しいところだというふうに思いますが、これからもですね、矢田川さんをお支えをいただいて素晴らしい地域を作っていただけますように、心からお願いを申し上げまして、私の挨拶をさせていただきます。おめでとうございました。細野環境大臣、ありがとうございました。